おはようございます。おはようございます。今日は京町屋のお仕事ですね。はい、今日は荒木工務店さんにご依頼されて京町屋の無菌基礎の補強に来ました。無菌基礎に SRF という耐震補強でよく使う材料ですけど、それを貼って補強するというそういうことをやります。限られた予算の中でちょっと基礎をできるだけ補強したい、そういうご要望がありました。で、基礎の回し打ちとかすると工期もお金もすごいかかるんですけども、とにかく補強したいというご依頼でしたんで、ご予算の範囲内でできることということで、今回は SRF5100、 5ミリの厚みのものを2段張るという、そういう工事をすることになりました。 SRF 工法の施工の様子です。使用する材料の方の説明をしていきます。これがですね、基礎に直接貼る帯材なんですけども、これを基礎に貼っていきます。素材はですね、ポリエステルでできていまして、すごくこう編み込んであって、このタイプはねちょっと分厚いんですけどね、これがですねすごく丈夫な素材でできていまして、これを貼り付けることによって崩れるのを防止します。これを、貼り付ける接着剤がこの下にある SRF20 という、これコンクリート専用なんですけども、ウレタンという材質でできてるんですけども、これと帯材とで貼り付けて補強をしていきます。はい、では寸法を測って、切っていきます。こう縦に切っていきます。すると、このように綺麗に切れます。で、これは緑のラインが入った SRF5100 という材料でして、この厚みが5ミリで、こっちが100ミリということで SRF5100 という、そういう言い方します。はい、非常に丈夫な材料です。これは SRF20 と言いまして、一撃の模様材、匂いが、ほとんどしない、それのウレタン樹脂系の接着剤となってます。で、この貼る前にこの重量を測りまして、そして貼った後にも重量を測って、その重量でちゃんと接着剤が規定量塗れているかっていうことを確認します。はい、それではこれから SRF20 ボンドを塗っていくんですけども、まずホコリを払います。はい、薄めのヘラで接着剤を塗っていきます。はい、このように塗っていきます。一段目を貼っていきます。空気をしっかり抜きます。はい、はい、ハンマーで叩きながら圧着させていきます。二段目を貼っていきます。下地をね、ちゃんとし、正確にしてくれてはるんでね、全然本当にこれで木槌でしっかりと圧着します。完成です。施工後の計量をしています。現在 13.7 キロでして、施工前は 16.5 キロでしたんで、差し引き 2.8 キロ温度を使ってます。で、これ今日貼ったのが約2平米ですんで、1平米あたり 0.8 キロ必要なところ、2平米で 2.8 キロ使用してますんで、十分に接着剤の使用量は基準を満たしております。よくある質問コーナー。 SRF の帯はどのぐらい強いのかを見せてください。で、こう通常はこう切ると思うんですけども、
これですと切れません。切ろうとするとですね、はい、こんな感じで、あの表がかろうじてちょっと切れたなっていう感じなんです、はい、これぐらいにしか切れない、まあ、そんな丈夫なあれで。床をめくらずに床下に潜って貼ることもできるそうですが、どのぐらい床下の高さがあれば可能でしょうか。40センチぐらいあったらいいですね。あの体が寝返りと言いますか、こうくるっと、はい、方向転換できるような高さがあればいけます。本日見学と体験に来られていた設計士さんに質問してみました。実習データ試験データなんかですね、実際実物に貼って鉄筋コンクリートの基礎と、これで貼った無菌コンクリートの基礎と、この破壊試験みたいなものも何かデータとかそういうものがあれば、非常にお客さんにお勧めしやすいのでいいかなと思って。実証実験データは構造品質保証研究所のホームページで公開されています。詳しくは SRF 工房で検索。おすすめポイント、SRF5100 というのは床を剥がさなくても床の下に潜って施工することもできますし、増し打ちコンクリートをするそういうのに比べて工期も金額もだいぶ低く抑えてやることができますので、おすすめの方法になります。今日は10メーターぐらいの基礎を張ったんですが、時間はどのぐらいかかったんですかね。準備から入れて約2時間半ぐらいですね。今回は床がなかったので上から作業することができたので早く張ることができました。でもしこれ床があったら多分1日ぐらいかかってるかなというふうに思います。古い家の基礎補強とかで お悩みの方、いろんな方法がありますので、ぜひ石山テクノ建設にお問い合わせください。